若さです。はい、今日なんですけれども、今日はですね、お待たせしました、ディンプローブのですね、第2弾ということで、そちらをご紹介したいなと思っております。すごいね、いい感じのものができました。おかげさまで、前回の、ワンピース事例ワンピースか。たくさんね、オーダーいただいて、本当に、ありがとうございます。多分ね、もうすぐね、届く感じだと思うんですけれども、本当、急にね、こう、暖かくなってきたので、なんかすごく、ワンピースが、すごい大活躍してくれるんじゃないかなと思っております。はい、もう少しで届くと思うので、皆さんお楽しみにしててください。第2弾はですね、これからの、まあ、季節から、夏終わっても、まあ、着れるようなアイテムを作りたいなと思っていて、体型カバーにもなって、大人の人にね、すごくこう着やすいアイテムってなんか何かなってすごい考えたんですけど、丈とかもね、したくないっていう人すごい多いと思うので、まあ、長袖のね、チュニックを、作りました。じゃーん。ザ体型カバーができる、優秀なチュニックを作りました。この前と一緒ですね。一型二色っていう感じなんですけれども、これにすっごい色迷ったんですよ。一個はね、ちょっと黒にしたいなと思ってたので、黒は決定だったんだけど、こっちの色をね、すごい黄色にしよう、したいなってすごい、思ってたんだけど、落ち着いたベージュに結局しました。飽きちゃうかなっていうのもあったし、まあ、長くね、着てもらいたいなと思ってるので、大人の人はね、すごく、着やすいんじゃないかなと思ってます。ね、黒と全然ちょっとイメージがね、こう違うので、後でちょっと着こなしなども見てもらえたらと思うんですけど、結構ね、黒は本当に、めちゃめちゃ綺麗めな感じのね、スタイルもできたりするので、はい、これはこれで、まあ一枚あってもいいと思うし、こっちはこっちでちょっとね、カジュアル感があるけど、素材としてもね、すごい、上質なものなので、大人のこの、なんだろう、抜けたカジュアルっていうんですかね、上品な、抜け感のあるカジュアルがね、作れるんじゃないかなと思ってます。はい、素材はですね、これコットン 100% なんですけれども、そう、コットンね、100% ってやっぱり、お洗濯したらもうシワシワになって嫌だって思う人も多いかもしれないんですけど、やっぱりちょっとこの洗いざらし感っていうんですかね、わかります?素材に結構こだわりました。なんだろう、すごい軽いんですよ。ふわっとしてる感じ。軽やかな。もう夏らしい素材っていうんですかね。ふわふわして。だからすごい長袖なんだけど、結構涼しいと思います。この辺もすごい、ほら。ちゃんとステッチ入ってて、ここも結構お気に入りです。しっかりとしているので。ほんとね、綺麗に作ってもらいました。で、袖口はね、結構こう、ポワンとなる感じのボリューム感にしています。袖の部分が可愛いんです。ここのフリンジ。ね、これもね、コットン100なんですけれども、だいたいこういうのってほら、ちょっと、河川だったりするじゃないですか。でもこれコットンにしてもらいました。ちょっとキルト A ラインな感じで、可愛いです。お値段は、1万6000円になります。まあ、ちょっと高いって思う方も多いかもしれないんだけど、本当ね、生地すごくいいものを選びました。あんまりね、もう、こう素材がこう、なんだろう、ちょっと良くないと、ちょっと安っぽくと全体的に見えやすいんですよ。なので、夏物の方が、ちょっと素材はね、皆さんのこだわって買った方がいいんじゃないかなって私は思ってます。全然こう見え方が違ってくるので、なのでちょっと、私は私でちょっと素材はやっぱりね、こだわらせてもらいました。サイズはワンサイズ、フリーサイズになってます。まあ、とりあえずこれね、一回、着ながら説明をしようかなと思ってるので、はい、着替えてきます。はい、着てみました。こんな感じです。そう、かなりね、たっぷりしてるでしょ、これ。身幅結構取りました、ここ。なので、本当にね、リラックス感がめちゃめちゃあります。お腹周りなんてもう、いくら食べても平気なぐらい。サイズもね、これフリーサイズなので、まあ本当、ワンサイズしかないんですけれども、基本ね、アウトにして、こう、着るような感じになってるんですけど、はい、なので、本当ね、もうお尻周りも全然気にならないし、お腹周りも気にならず、もう本当にさらっとこれ1枚で着る感じとかがいいかなって思ってます。で、肌なじみのいいね、こうベージュなので、誰でも似合うんじゃないかなと思ってます。なんか私すごい夏になると黒くなってくるので、
結構焼けた肌とかにもいいと思いますし、色白の方は色白の方でね、すごく上品な感じに映るので、私はちょっともう多分焼けるのを想定して、ちょっとゴールド系のねアクセサリーとかをねたくさんつけたいななんて思ってるんですけど、これ袖口なんですけど、ここのとこゴムになってるんですよ。こうボタンにしようかどうしようか迷ったんだけど、でもそんななんかこうフリンジのおかげでね安っぽい感じにはならないので、こう上げたりとかしてね、これぐらいな袖のこのポワンと感がいい感じになるんじゃないかな。なんかほら、まあ、家事とかねしてる時とかってね、パッて上げたりとかして、結構やっぱりボタンとかだとめんどくさいじゃないですか。で、あとここの空きなんですけど、空きもね、そう、結構こういうデザインってこの辺までね、空いてたりとかするけど、ちょうどいいぐらいのこの深さにしました。結構ここのステッチもしっかりとしているので、なので、なんだろう、この襟がこうくたってならない感じの、ちょっと立つ感じとかも、綺麗めに見えるポイントかなと思ってます。ほんと1枚でね、完結するようなチュニックかなって思います。サイドスリット入ってます。見えるかな？はい。で、後ろがちょっとね、長めになってるので、まあ、この辺もね、ちょっとこう揺れ感とか、なんだろう、着る、こう動くたびにちょっとね、ふわふわと揺れる感じとかも、軽やかな感じがしてね、すごくこだわりました。はい。はい、黒着てみました。こんな感じです。で、いきなり大人じゃない？これ。やっぱベージュとはね、違ったちょっとカジュアル感が抜けた感じが出て、まあこれにデニムとかにね、カジュアルダウンしてもいいし、これにすごいきれいめなね、まあ、センタープレスのね、パンツとかを合わせると、すごいフォーマルな感じになるので、なんかこう甘くならない黒でいいですよね。こう袖は結構パフってしてるけど、なんかこの辺のラインだったりとか、まあ素材感もそうですけど、意外にほら、チュニック系って、ほっこりとね、こう、ナチュラルな感じになりやすいアイテムだと思うんですけど、まあチュニックだからこそ、ちょっとこう、きれいめな感じで、こう、着れると、すごく、おしゃれ度がアップするんじゃないかなと思うので、あんまりこういうのね、苦手だわっていう人とかは、黒だったら結構着やすいんじゃないかなって思います。はい、ここからはですね、各色3体ずつのコーデを組んだのでお見せしたいと思います。まず1着目なんですけど、パンツすごいねゆるっとしたリラックス感のあるパンツなんですけど、小物もねちょっときちんとめのバッグを持ったりとかしてるので、すごく大人なね、リラックス感のあるスタイルになってるんじゃないかなと思います。はい。で、2つ目なんですけど、これウエストをねベルト、これディンプローブの前のワンピースについてるベルトなんですけど、それをキュッて結んだだけなんですが、全然さっきと違うでしょ、これね。こういったシルエットもね、すごい柔らかい素材なので、めちゃめちゃ作りやすいんですよ。なのでちょっとしたね、ほんとお出かけだったりとかするのに、こう、まあ、全身黒でまとめてもいいし、ウエストをキュッてするだけでちょっと女らしいシルエットができるので、すごくねおすすめですね。結構横からのシルエットですごい大好きです、これ。はい、出ました、ショートパンツです。久々にね膝小僧を出しちゃいましたね。はい、今シーズンすごいやっぱり、ね、トレンドアイテムの一つなので、まあ、こういったちょっとゆるっとチュニックとね合わせる時のポイントとしては、なんか華奢なねちょっと女らしいヒールとかをね合わせると、バランスよく大人っぽい、ショートパンツスタイルができるんじゃないかなと思います。はい、次はですね、ベージュの方を着てみました。こんな感じです。で、さっきと黒とは違ってね、すごい柔らかい、ちょっと女性らしい、ちょっとカジュアル感もあるようなイメージになってるかなと思います。で、デニムはですね、この前ご紹介したヘルシーデニムを履いております。あんまりこうね、カジュアルすぎないように、私はちょっとポインテッドトゥーのパンプスと、あとちっちゃめなね、バッグを持ってバランスをとっております。はい、次はですね、赤いパンツ。だからもう合わない色ないんじゃないかなぐらい、結構ベージュやっぱりね、ベーシックカラーなので、マルチにいろんなボトムをね、持ってこれるので、まあすごく雰囲気変わっていいかなと思います。で、結構ね、長袖のままだと重たさを感じたので、ちょっとこう袖をまくって上に上げてみたらね、だいぶ軽やかになったので、結構こういったのもおすすめかなと思います。はい、これ最後のねコーディネートなんだけれども、ワイドパンツ合わせました。
まあ、上もねゆったりしていて、下もちょっとゆったりした感じなんですけど、まあ、きれいめなねワイドパンツなので、ちょっと大人のねリラックススタイルっていう感じの、まあ、あの上品な感じに仕上がってるんじゃないでしょうか。はい、結構ねこういったスタイル好きです。はい、であのやっぱりね白との相性はねすごくいいので、ちょっとポイントにね、オレンジ色の、カジュアルなバッグを持っております。はい、ですごい楽しそうに撮影してますが、ここあの実は、千葉の、スタジオフィールドさんという、まあ、素敵な、スタジオをね借りて撮影してるんですけれども、まあ、自然光すごい入るので素材感もねよく見えてよかったなと思っております。はい、以上になります。皆さんいかがでしたでしょうか。ディンプロの、第2弾のアイテム紹介と、あと着こなしのね、ちょっとお話だったんですけれども、前回ね、見てもらってる人は、ご存知だと思うんですけれども、ディンプローブは、とりあえず受注生産に、前回からなったんですけれども、4月の15日に、インスタライブをまたやります。そう、この前ちょっともうグダグダなちょっとインスタライブだったので、ちょっと反省をしていて、なので次はちょっとあのきちきちっとこう順序を立てて皆さんにねちょっとお伝えできたらなと思っているので、はい、あの15日の20時からぜひ見てもらえたらなと思っております。その時にあのちょっと質問等ね、いろいろとあれば、そこでちょっとお答えすることができると思いますので、インスタライブが4月の15日で、はい、終了後から、オーダー開始になります。それが、前と同じ3日間しかないので、ぜひ、皆さん、ちょっと逃さないように。なんか前回もね、ベージュの方のワンピース、結構、買えなかったっていう方も多かったみたいなので、まあ、数ちょっとね、限られてる。枚数しかちょっとオーダーができないので、ぜひ早めにオーダーしてもらえたらなと思っております。18日の月曜日の、23時59分までですね。はい、そこまでで、オーダー締め切らせてもらいますので、はい、なのでちょっとお見逃しなくって感じです。着こなしとかね、その辺のコーディネートはインスタの方に、ディンプローブのインスタアカウントの方から見られますので、はい、なのでぜひフォローもお願いできればと思ってます。では、次は何だっけな、通勤服をやる予定かな。ちょっと編集の進行具合にもよると思うんだけれども、じゃあもしくは、夏のサンダル企画、ちょっとどっちかになると思うので、はい、また改めて、お伝えしようと思います。それでは、15日の、ね、インスタライブ、皆さんにお会いできるの楽しみにしてます。では、バイバーイ。